ゼカールはゼカルロス・ジョゼ・カルロス・クラッコネとは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは DF。2016年、サントス FC 時代2006年、11歳で、サントス FC の下部組織に加入。2014年2月19日に2018年までの契約を締結。3月9日にカンピオナートッパウリスタの、オエステ FC 戦で、エメルソン・パルミエルに代わって出場し、 トップチーム初出場。5月11日にカンピオナートブラジレロ、セリエ A 初出場。同シーズンはエウヘニオメナ、過重と出場機会を分け合った。しかし2015年はエンデルソン、モレーラ、マルセルフェルナンデス両監督に起用されず、7月にはコロンバスクルーへの期限付き移籍が決まるところであったが、 ドリバウジュニオール監督になると、レギュラーとなりレンタル遺跡はなくなった。2016年3月31日にカンピオナート、パウリスタでプロ初得点。6月12日にカンピオナートブラジレロ、セリエ初得点。2016年11月18日に2020年12月まで契約を延長した。2017年3月9日にコパリベルタドーレス初出場。 2017年10月26日にサポーター集団から囲まれるとサントスに対して給料や肖像権料の支配について裁判を起こした。12月1日に他のクラブで出場する権利を得たがサントス側は自由契約での移籍を認めない方針を取り結局対談し無所属となった。2018年4月19日 SC インテルナショナルへの加入が発表された。 U-23 代表として、リオデジャネイロオリンピックに出場し優勝した。ありがとうございます。